これでいいかな、じゃあ。まあ一応昨日、そうだね、部分的な口腔内スキャンは従来の処方と、これ結局あれだろうね、だんだん良くなってきてるってことみたいだね。見てそうたですね、らね。はい。うん。で、次はこれなんだっけ？ああ、全そう額ですね、今度は。だ。あ、もう全額か。通報のビニール、シリコン液晶は国内スキャナーより優位に精度が高かった。ポリエーテル印象は最新型の口腔内スキャナーと同等である。最新型の口腔内スキャナー、トゥルーディフィニション、セレック、オムニカム、トリオスは旧製品と比べて、かなり優れて、優位に優れているということです。で、少し良くなってるそうだね、ね。はい。あ、これ見たな。あ、これはそうだな。トゥルーディフィニションが59.7。アイテロが47.5とかでしょ、これ。これ、誤差ね。64とかね。あと、アルジネとかちょっとな、あれだけどな。VSE とかがやっぱり20ぐらいなんだね。17とかね。そうポリエーテルがあれか。34.9とかか。うん、だからもうちょい違うな。まあ、その、平均値かな。ですね。まあ、でもまあ、臨床的に、マージンレイはどこにとこかって。さ、あれだね、確かにインプラントの場合、インプラント管とかがね、変形してると、なんていうかな、入らないからな。やっぱり正確なに越したことはないんだろうな。で、次は、あ、これか。で、全額の通報の印象は、まあ、最近まで国内スキャナーより優れていましたけど、新型のスキャナーはまあ臨床的に許容可能な結果を示しているというところです。あ、ほか。インプラントの印象ということで、天然歯は、まあ、ちょっと動くんですけど、まあ、インプラントはあんまり動かないということで、インプラントの印象の方が、より高い精度は求められるということです。これでも逆に言うと、普通のさ、シリコン印象なんか取るときに、歯動かしてる可能性あるよね。力かかるでしょ、どうしてもね。そうですね。普通の印象ってさ、こうやって取るからね。デッツ印象で接触しないから、ある意味ね、そういうが、あの、なんていうかな、トラブルとかな、そういう意外さえ少ないよな。欠点はないっていうか。で、これが？3つの口腔内スキャナーとラボ用スキャナー精度による、まあ、ビトロの研究ということで、まあ、調査したスキャナーにおいて、歯周からインプラントの距離、インプラント管の角度を確実に決める能力において差があった。インプラント管が離れれば離れるほど口腔内スキャナーの精度は下がっていくということです。これ、歯周からインプラントの距離ってどういうことなんだろう？歯周って。これ何だったっけ歯肉からインプラントまでの距離なのかな。あ、そう、深いと確かな、な。そうですね、あ、深かった最後にまり、とめがあるんですけど、角度がついてると、ちょっとあれなのかな。正確じゃなくなるってことかな。これか。インプラントを用いた虫学ケースのインビトロ研究。見える範囲のスキャンボディの量がデジタル印象の最終的な精度に影響する。まあ、深いと、臨床的には深く埋入されたインプラントに関係してくるということです。で、まあ、使用者、あ、デジタル印象のせ、使用者の経験がデジタル印象の精度に影響するということで、規定されて特定のスキャンプロトコルに従うことが重要であると。距離と角度は、距離と角度の誤差はアーチの至るところで増加すると。最初にスキャンした証言は次の証言より既に正確であることを意味していると。第一証言、第二証言、これどういうことなんだろうね。なんかまあよ、まあ距離、なんかどっかで証言出てくるんですけど、僕あんまりよく分かんなかったです。証言って、ああ、クオドラントだとかって意味だったっけ？はい、正しそうです、はい。い。あれ、最初の証言って最初に取った部分の、あれかな？その、そうですね、内容としてはそういうことだと思い例えます。ばまあ、これ4分割してね、国内はい。はね、そんな感じで、前肢と臼歯と左右で分けてあれした時に、そう、そういうことです。そのはい。最初に取ったところが、最初に取ったところが正確だっていうことなのかな？はい、まあ、正確っそうでていうすね。やっか、ぱ離れるほど誤差はあるってこそとこでからす。離れるほど、遠くなるほど、だんだんと誤差が増えてくるってことでしょ。まあ、この図で言えばそうだよね。この隣のインパントまでは正確だけど、離れていくんだな。まあ、それは当たり前といえば当たり前なんだろうけどな。どっから取り始めるかとかの関係あるのかね、やっぱり。どうなんだろうな。よくないけど。
うまく、いや、なんかね、展示室なんか撮ってる場合は、うまく撮れるそうなところあるじゃない。例えば、金属が入ってないとかね。はい。大球紙とかでさ、複雑な形してるって撮りやすい、スキャナー撮りやすいんだよね。単純な形してる全紙とか、それ撮りやすい。そこのところをきちっと撮って、行くと大体うまく撮れるよね。最初になんかね、変なとこから撮り始めるとね、結局なんかいつまでも撮れなかったりするんだよね。だからこれもそういうようなこともちょっと含まれてるのかもしれないな。でもこれ角度がついていても正確さには影響しないって書いてあるね。はい。もうなるほどね。さっきでも角度ついててあんまり良くないって書いてあるな。そうですね。ちょっと、まあいいか。いろんな研究があるのかな。お、なんかテレビ来たぞ。あ、これね。これいいよ。これなんか使わせてもらおう。あ、これ、これでしょ？ルカーン。はい。ああ、ペーシェントセンターダウトもね。はい。これ最近なんかみんな言うな。うん。まあデジタル印象の方がまあ、早くて。あ、これは早い。時間じゃないか。これあれかな？換算がバス法で選んだのかい？あ、そうですね。気持ち悪くないってやつです。これに、上の方がいいんでしょ？点数高い方がいいんだよね。多分そうだと。そうだな。はい。まあ通常の印象あんまり快適だっていう人いないだろうもんな。はい。デジタル印象。ローが、0で、ハイが、まあこれ、それぞれの問題について読まないと分かんないね。例えば一番下のやつなんかはさ、はい。痛みを感じたかどうかでしょ。だからこれは低い方がいいわけでしょ。あ、一番下はね。で、その上は、ノーゼアセンセーションで、あれこれは鼻かな？呼吸のことかね。ああ、そうです。呼吸の子苦しくないもんな。で、次がバッドエンドオーラルテイスト。ああ、なんかこれあれか、味とかか。味です。うん、味もやっぱり出てるんですよな。不快感もな、少ないな。まあ、そうです。快適さはどうでしたかっていうのか。あと、時間か。はい、まあ、全部置いて出てるいいね、これね。そうです。うん。ようだ。で、これ時間がこれか。14点。そうです。はい。こんな研究よくやるね、しかし。難しいだろうな。ヒールキャップを外してから、用意ドンって測るのかね。時間食の。そうです。まあ、大体こんなもんだ。確かにね、絶対早かっちゃうとそうでもないけど、でも、なんか、印象って結構なんかみんなスタッフとか時間かかってるよ、なんだかんだでね。そうですね、やっぱり時間かかる。なんか、固まるまで5分だから5分でやるかってそうでもなくて、トレー選んだりとかさ。ああ。ね、なんか、ね、時々失敗したりしてるしさ。うん、だから、まあ、そのぐらいかな。で、次は、いいかね。これかな？補鉄物の調整です。あ、これも、デジタルグループの有意義時間。これしたらあれだね。隣接面が1分で、交互面が 1.2 分ってことかな。ああ、やっぱり3倍ぐらい違うね、6分。これ6分でも早い方じゃないかな。本当はもっとかかってることの印象点が多いんじゃないのかな。トラインサクセス。これあれだね。4割が、ノーアジャスメントって書いてあるね。これ。すごいね、やっぱり。ああ、はい。もうやっぱこんな感じだよ。4割、うん、4割が多いかどうかわかんないけど。トラインサクセス、ミスアウトアジャスメント。うん。そうです。そうだよな。で？次はどこに？ああ、で、まとめということで。で、部分欠損の補填においてデジタル印象は通報の印象と通ってある。変額のデジタル印象は全額のデジタル印象に比べて精度が良いと。あ、これ全額は間違えてますね、僕の字が。そういうこと。はい。国内スキャナーはインプラント補填に満足のいく正確さがある。しかし全額のケースにおいては通報の印象と同様に難しいままである。ほとんどのスキャナー機は全額を推奨している。国内スキャナーは時間が効率化でき、ほとんどの形はこのということです。まあ、利点の方が多いね。はい。かなりね。全然これ読んで欲しくならないかい。ものづくり補助金で買いたいと思います。あれ、どのくらいで降りるの？ものづくりって。いや、まだ今年9月は申請間に合わなくて、ね。ああ、そうなんだ。かなり複雑で、はい。次回に出せるかなって。で、航空のスキャン適用。スキャンボディ、スキャンアバットメント。はい。ああ、まあ、いろんなメーカーの子な、確かに。左上がね、はい。私よく使ってるやつ。右下、あれだな、これ。なんだっけ。
違う、白なのやつだな、セレクやつだな。あ、そうなんですね。うん、いやで、これが、で、はい、あ、これも、あ、いろいろ書いてあるね。はい。で、これちょっと円柱形、アクセスホールがあるみたいな。アクセスホールがある、インデックス付き。ああ、チタンベースプラスチックキャンプか。はい、チタンベースかプラスチックキャンプか、他の仮設とプラスチックキャンプか。うん、あと、記号化したヒーリングアバットメント。まあ、ヒーリング、複数のインプラントによる再建の時のみと。ああ、確かにアクセスホールないとスキャンしやすいよな。はい。でもアクセスホールないってことは作ることでできないから深く不安定になりやすいんじゃないかな。そうですね。パチンとはまるようなやつはちょっとない。はい。うん、あのきちんとはまってない。はまってなくはないけど、いるのより難しいと思う。ボーンレベルなんかちょっとまあ無理じゃないかな。はい、ティッシュレベルはできるかもしれないけどね。うん、あのスナッポーみたいな感じでね。はい、まあ円柱形はまあ確かにそうです。あ、っていうか、なんか後で。あ、確かにチタンの方があれかもしれんね。精度高いかもしれんな。あーピークよりね。まあ、どうなんだろう。まあ、イメージかな。そんな変わんないかな。アシスタンベースと、ああ、アシスタンベースとかしてやったね。これは 白、はい、白のやつだ。あ、そうなの。これもパチンしてはまるんだよね。ただ、クリックからない装着っていうことで、まあ、クリック全くなくはないような気がするんだけど、スーッて入ってくるだけだから、パチンっていう感じじゃないから、確かに不適合の可能性はないと言えないよな。そういう意味だよな。スキャンボディ、スキャンアバットメント。ああ、これ、これな、白のやつ。これ、ただね、はい、白のこれ、問題中かあれさ、ちょっと、マージンのところのさ、メタルちょっと見えるんだよね。だから、ね、炎上マージンみたいなやつに、時っていうかさ、新、あ、おはようございます。死刑分とかややちょっとあれかな。メタル見える感じだよな。ということで。で、これはスキャンボディ。他の形とプラスチックキャップ。これ、ストローマンの。あ、これ、古いやつこれなんだ。はい、これなんてどうやって閉めるのこれ。いや、これネジついてるけど、あれだね、上がないな。クリック感のない装着なの、まあ、ほんとはめるだけなんですか、ね、どうなんですか、ね、なんかな。まあ、でもフリータイプだから、まあ、もう今更使うことないからいいか、別に。はい。で、これはあれだね、なんか、アストラとかでこれじゃなかったかな。ああ、そうなんですか、ね、うんうん。で、これ、マーキングがなんかあるんで、この、水みたいなの切ってあるでしょ。はい。うん、で、まあ、高さが低いのであまりよくないって書いてあるな。確かにな。はい、深く埋入されたやつ取れないかもしれないな、これだったらな。はい。で、何種類か買わなきゃいけないと大変でしょ、またね。コストもね。ああ、高いです。確かに。で、あとこ、あとケースセレクション。あ、これか。はい、大きな虫が。ああ、確かにインプラントが近い時とかも確かちょっと取りづらいな。あと、本数が多い時か。虫がね。ああ、確かにそうだな。ああ、これか。こんなんあんだ。ダークソンとかが言ってるんだ。はい、あ、ご苦労様です。あー、なるほどね。あ、これ私の言った SA 新聞だな。すでに言ってる人いるんだな。私言ったらほら、騎士が一番上だったね、はい。天然芝は、どうなったんだこれ。天然芝も入ってる。あ、これ天然芝入ってるんだこれ。あ、天然芝の中の分類か。はい。上学の球種がまあやりやすいとか。次が下学の単管小球種。で、上のブリッジが等々。で上学の第2耐久値と上学枠の前肢のケース、うん、あと単管のブリッジの下学の単管はブリッジで第2耐久値がやっぱり難しいことになってるんだね。まあ、そんなに変わらないような気もするけどな。ああ変わるかな。まあ唾液とかかな。私虫学とか義手は難しいね。でこっからキャドカム、あ、今ではスキャナーでこっからもキャドカムなんだ。はい。モノリシックによる修復。あ、ベニヤの修復ね。はい。ベニヤってだいぶでも少なくなってきたね。そうですね。うちらもなんかね、結構、五層のさ、セラミックとかさ、あの刀とか出てきたから、あれでちょっとステインつけてやれば、破折とかないでしょ、あとでチッピングとかね。はい。綺麗なのはいいけどさ、うん。はい。あ、何、ね、いい。あ、ストローマンの五層のやつは出した、うん、1ケース出したんですすごい綺麗でした。綺麗だよね。はい、だから6本直すときはあれで十分じゃないかな。はい。うん、だから結局そういうだんだん精度、あ、これね、例えばモノレシックによる修復。あ、左がモノレシックで右がベニヤなんだ。はい。うん、なんか吸収だったらモノレシックで十分じゃないかな、これね。そうですね。うん。なんか問題ないような気がするな。欠けてくるもんな、大体な。残念だったら。ああ。うん、ジルコニア、ニッケル。ジルコ
ニア、うん、EMAX、ハイブリッド。ああ、ハイブリッドね。このジルコニア、これなんで作って、あ、ジルコニアで作ってやるか。これバリアベースではないな。これどういうふうに作ってるんだろうね。内観みたいなのはアバウトネット作ってるのかな、規制で。規制というかカスタムで。わかんないです、僕ちょっと。これで後ろはソリッドってなってるもんね。セメントとソリッドの併用してんだろうね。でジルコニアは、あ、これちょっといいじゃん。はい、ジルコニア極めて強いです。マゲキオドは1000から1400メガパスカルで、うん、まあ、ブリッジにふさわしいということで、まあ、透明感が低いので、まあ、特に耐久紙と小球紙にいいと。で、十分に研磨しないと、あ、十分に研磨してることによって、まあ、歯科材料の中で最も摩耗が少ないと、うん、ということです。で、新B ということに関しては、まあ、ちょっと透過性が少ないんで、改善するには新速ベニヤすべきと。うん、相手のさ先生もね、テイラー先生とかもなんかだいぶ、ジルコニア反対してたけど、な、結論的に言うと、まあ、社会的っていうか、ね、受け入れられちゃってるなもんね、これ見たらね。あ、そうだね。だってジルコニアとか使わないで今もう補填できないもんな。はい、まあ、それはね、中の欠点はあるのかもしれないけど、うん、まあ、そうやって警鐘を鳴らす人が一人がいた方がいいのかもしれないけどね、みんながいいよいいよって言うよね、あ、まあ、注意して使うからね。この間の地震の時そうだったよ。なんだっけ。信号止まってるでしょ？はい。帰って事故起きないんだよね。ああ。みんな用心して乗ってるからさ。はい。うん。だからまあそういう意味で、あ、イケイケっていうのは俺、注意しながらやってた方がさ、いいっていう感じだ。あ、そしたら次が、もうこれであるかな？あ、この後はでも事故なんだね。あ、わかった、はい。あ、でもこれまとまってるね、これね。ね、これ、先生とかで講演したらいいんじゃないこれ。どうぞ、これ。ね。いや、なかなかそうです。でも、すごいまとまってます。いや、これに臨床例ちょこちょこっと入れればさ、プレゼンテーション